おはようございます。今日は北杜市に来ています。はい、山梨県だな。山梨県北杜市に来ています。はい、今日はこれから水信玄を食べる。そうそう、水信玄って信玄餅の水、水でできた信玄餅。なんか賞味期限が30分とかなんでしょ。うん、水信玄食べて、うん、その後ちょっとサイクリングしたり、ね、川遊びとかだね。うんうん、水が綺麗だからな、ここら辺。そうなの。これ見に。お、空いてるね。空いてる。やった、並んどく？すごい、やっぱり30分以内だって。すごいね、なんかここの通りも。これさ、宿場町だよな。ああ、そうかもよ、あそこ。宿場塾って書いてたもんね。あ、そう。ここは何てとこだったっけ。ああ、忘れた。駐車場に名前書いてあったけどな。あれ、七軒でお酒屋さんだもんね。すごいね、プルンプルンじゃん。プルンだよ。なあ、トゥルントゥルンです。きな粉を片面にかける。ああ、で反対側に黒蜜をかける。なるほど。急いで撮影。オッケー。やべえ、もう溶けてきてるじゃん。きな粉を片面にかける。うん、はい、で、でもう片方に黒蜜。もう溶けてきてるからな。はい、写真撮影。はい。できました。できた。いいよ、食べてみる。美味しそう。これどうしたらいいんだろう。どうやって普通に食べたらいいのかな。混ぜてドロって溶けてっちゃうのかな。いいんじゃない。いただきます、うん、うわすごいね。わあ、すごい。ちょっときな粉かけた方がいいね。そうでしょう。わあ、ちょっと繊細すぎて困るな、これ。いただきます。ん、何味？水味？ちょっと甘い。へえ。不思議。おいしい？一瞬で溶けた。やばいな、こっちもさ溶けてきたからもう食べるね。うん、左側に黒蜜、真ん中にしちゃえ。はい、いただきます。不思議だね。不思議でしょ。うまい。美味しい。すごいさっぱり、ね、うん、一瞬で溶けちゃうね。夏にいいな。うん、さすが南アルプスね。これをもらえるらしい。いろいろ歩けるんだ。あ、七軒があって金星軒があって、北原家住宅。おー、あ、そうなんだ。もともとは信州の高遠でお酒を作ってた人が分家でこっちに開いてるんだ。へー、
フェだって、土日だけやってるみたい。これなんだね、すごいじゃん。いいなぁ。小次郎川から引っ張ってきてるんだって、名水を。すごいでしょ。これから自転車で行こうとしてるところ。畳だといいよね。そうだね、ちっちゃくて。だいぶ小さくなるからね。よいしょ。おお、もう水がきれいだね。お、すごいじゃん。何これ、ミントかな。ミント？なんだろう。すごい美味しそうな葉っぱが育ってるじゃん。美味しい？ちょうだい。あ、うまいね。去年さ、小次郎川のここ行ったじゃん。だから今日はこっち行くわ。この下の方、桑の木沢短小路の方行ってみよう。ちょっとさ、そのとこにワイン屋さんがあるから行ってく。うん、ワイナリーか。え、すごい、ぶどうなってるじゃん。わあ、すげえ。おお、すごい、後ろ、カイコマかな。北だけかな、カイコマだよね、多分。おお。Last night, I was dead. My
から登りだよ。ジェラート焼いてみようか。いいね。そこら辺だったよね。そうだね。持ってました。そうそうそう。やってるかな。やってるかな。どうだろう。あ、ここ左だよきっと。ここ左多分。やってるかな、まだかな、まだかも。すごいところ。あ、本日はお休み。あー残念。11時からだね今日、うん、今何時。今10時40分。あーそうだね。すごいね。いや、気持ちいいとこだね。いいね、涼しいね。あ、どうなの？うわー、見えた。あー、いいね。うん、結構登るね。じゃない、ゴーストって、この先は。ダートだね。ダートだね。こんな砂利は深くない。みんな登ってきます。ねえ。すごいね。綺麗。あれ、バッテンついてない。うん、なんかついてるね。通行止めかもね。おー、雲が出ますよ、ここは。わー、すごいね。じゃあここまでにして、さ、川に降りてみよう。そうしようか。うん。うわ、すげえ。超綺麗。
ちょっと遊んでいく？よいしょ。うわ、なんだこれ。滑る？うん。どう？うわ、もう思ったより冷たいな。170円かな。うどんがついて、うどんのセットと、うん、はい、うわ美味しそう。このみょうが、みょうがすごいね。夏野菜って感じ、うん、いただきます。うわ美味しい、抜群。あ美味しい。お漬物も美味しそう。あ美味しい。カツオが効いてるの。うん、卵？うん。わあ、卵のテンプラとかさ、いっぱいある野菜が。今日の朝どれ野菜？ね。いただきます。シャキシャキだ。美味しかったね、うん、よし、次はジェラートだな。もう開いてるでしょ。売り切れてたりして今度はなあ、まだ大丈夫だろう、2時だから。桃とヨーグルトか。どう？これいくらだった？550円。すごいよ、うん、桃うまっ。ヨーグルトもすごい美味しい。桃やばいぞ。桃すごい美味しい。あれ何このヨーグルト、ちょっとさ、うん、思ってたヨーグルトと違ってもっと美味しい。もっと美味しい、うん、もっとサラッとしてるかと思ったら結構さ濃厚のさ、そうそう濃厚ヨーグルト、うん、美味しい。牛乳ソフトみたいな食感のヨーグルト味、うん、わかる？わかる。美味しいね。美味しい。すごいね、平日でもどんどん来る。どんどん来るね。すごいね、人気店だ。じゃあ七軒の方に戻ってく、金星軒に。そうだね。何キロ？ 4.4。 あ、近いんだな。 OK、 行こうぜ。
綺麗だね。何キロだった30、おすごい 38.3 キロで6キロ乗ってたから32キロぐらい乗ったね。結構だね。はい、じゃあ折りたたんで車に乗っけちゃいます。いやー楽しかったね。うん、楽しかったね。結構走ったな、32、3キロ。うん、とリゾナーレ行って、うん、なんか飲もう。コーヒー飲みたいね。コーヒーかフラペチーノかかき氷か、うん、なんせ冷たいもんよ。そうね、暑いからね。こっからどんくらい？11キロ。あ、近いな。意外と近い。オッケー。桔梗山もあるよ。おー、新政権のライバル。確かに丸山が入ってたよね、確か。うん、丸山でもいいな。でも俺かき氷食べたいんだよな。おー、ないかな。なあ、うん、なんか夏の時期出てそうじゃない？リゾナーレとかだと。そうだね、なんかいろいろイベントやってるじゃん、ハロウィンとか、うんうん、ね。あら、これあれじゃない？わあ、いっぱいトウモロコシ入ってるよ。ほら、トウモロコシ。そうなんじゃない？ねえ。ここにお店がさ、いっぱい出るんだね。出てるんだね。ねえ。どんなのがいいかな。かき氷ないね。コーヒーでも飲む？じゃあ。とても美味しいやつだから。そうだよ、うん、ここにあるよ。美味しそう。ビストレストトニック。珍しく二人一緒の。喉が渇きすぎたから。うん。何なんだろう、このなんでこんなホットみたいなのに入っていくの。あ、でも最近このアイスあるな。あ、うまい。あ、うまいね。最高。あんまないよね、でもエスプレッソトニック。日本であんまり。あんまないよね。うん。すごい美味しいのに。美味しいよね。うん、めちゃくちゃ晴れた ね、 ね、すごいんだけど。夕日がすごいなあ。超綺麗じゃん。八ヶ岳もくっきりになったし、うん、今なら富士山もくっきりかも。ここ標高 1000m もあるんだって。そう、今看板が出てた。うわー、眩しい。超綺麗、すごいね。すげー、カイコマもすげー。うわさあ、じゃあ帰っていきましょう。はーい。
アドエア20の紹介をしていきます。はい、まあ、昨日ずっとこれ乗ってみて30キロぐらい乗ってみたんだけど、で俺の体重が75キロぐらいでどうだろう、かなり坂を登って、でバッテリーが今 55% ぐらい残ってるような感じかな。30キロで山道乗って、うん、アドエア20の特徴なんですけど、まず折りたたみができること、それからバッテリーがシートポストってここですね。ここがバッテリーになってるんで、自転車を家の中とかに入れなくてもシートポストだけ抜いて家に持ってって充電ができるっていうところが結構メリットかなと。このアドエア20なんですけど、結構細部までこだわってる感じがあって、自転車としての完成度もかなり高いです。ちょっと反対向けてみますね。でこれこっち向けると、これがここも結構特徴の一つで、何それ、金属じゃないの？そうそう、普通チェーンなんだけど、あのベルトを使ってるんで、オイルレスで、要はチェーンだと錆びちゃうから油刺さないといけないんだけど、これだと油刺さないでいいんで、あの車の中乗っける時とかに車が汚れないっていうメリットがある。でこのベルト自体は、まあ、マックス3万キロぐらいまで使えるみたいなんで、まあほぼほぼ大丈夫。でなんかこういうベルトだと心配と思う人いると思うんですけど、まあバイクでもハーレーとかだとこういう V ベルトで動かしてるんで、まあまず大丈夫ですね。で付属品はこんな感じで、まあ充電器と説明書とかマニュアルと、あと工具類、まあ工具他にも六角がもうちょっと入ってたんだけど、これと、であとすごい優しいのが携帯ホルダーと、これすごい良かったよね。良かった良かった。と空気入れまでついてるんで、で空気はこのタイヤが米式っていうタイプなんで、車の口と一緒なんで、あの車用の空気入れ持ってたらそれでも入ります。あの足で踏むやつとかね、はい、うん、でまずこだわりのポイント1がブレーキね。ブレーキが油圧のディスクブレーキ、なんかすごいカチッとしてる感じ、わかる、すごいいいです。これディスクブレーキで油圧で動くという感じです。これ1点注意が必要なのが、普通日本だと左が後ろブレーキで右が前ブレーキなんですけど、右が後ろのブレーキになってるんで、そこは注意が必要。これをシートポストがこんな感じで抜けて、全体でも18キロしかないんだけど、これ抜くともうめちゃくちゃ軽いです、自転車で。これがリチウムイオンバッテリーで 36V の 9600mAh なんで 340Wh ぐらいあるんで、結構容量は大きい、大きいね。その他の電動アシスト自転車に比べてもだいぶ容量が大きいです。でこの下が自転車とつなぐ電源供給の口で、この上が充電の口、ここにあります。あとでちょっと充電してみます。はい、これで止めるだけですね。で自転車の電源の供給がここにあるんで、これよくできててもカチッと入れるだけ、もう取れないで回して取ると、こういう感じです。でここに1個目の電源があるんで、ここを入れると緑に光ります。でそうしたら前の電源入れたら自転車がスタンバイになると。ここをちょっと長押しで、ブランド名が出てこう出ると。で表示としては総走行距離今 41.5 キロで、今回電源入れた時のトリップで平均が出ます。でここのボタンが2速3速2速、あのアシストパワー1、アシスト2、アシスト3、アシスト3まであります。プラスを長押ししたらライトがつく、ライトマークが点灯します。オン、オフ、オン、オフ、こんな感じです。結構サドル以外にもこの自転車高さ調整できるところがあって、ここのまずハンドルを上げることができます。なんで俺結構前傾になるのが嫌いだから、ここを高めにして乗りたいんだけど、うん、これがついてるのは結構助かりますね。なんか椅子を結構高くしちゃうとさ、すごい前傾になりがちなんだけど、ここでハンドルの高さ変えれるんで結構いいのと、あとこれ面白いのが、もう一個上にレバーがあって、ここを緩めると
このブレーキのところの角度をまとめて調整ができるんで、こうブレーキがこうなったりこうなったりするのをこれである程度防げたり、これもちょっと面白い。前のライトはバッテリーから取ってて、で後ろのライトはバッテリーからではなくて、ここにボタンがついてるんで押すとつくっていうタイプです。こういうタイプですね。でも後ろもちゃんと最初からついてるんで結構安全。で次折りたたみですね。で折りたたみなんだけど、ハンドルが畳めるのと、あと自転車自体を半分にすることができます。結構コンパクトになる。これだけじゃ外れないようになって、このこれ上に上げてこうすると結構しっかりついてます。でこういう感じ、こういう感じですね。まず一つ、半分に折りたたまなくてもこれであと椅子抜いてやったり下げてやったらだいぶも低くなるんで、これで車に入れることもできる。あの結構上が当たっちゃうことがあるから、これで入れることもできます。さらに半分に折るのがここですね。これも開かないようになってて、これをこっちにしてこうやったらロックが解除されてここで折れる。ここも結構しっかりしてて、これで折るとこういう感じ。わあすごい、ね、こんな感じになります。すごいちっちゃくなるね。結構小さい、で18キロだから、まあ重いけど全然持てる。もう一個すごいのがここペダルね。ここのペダルがこう押せるんですね。こう、そうするとこう押してこう、すごい。電動じゃない折りたたみ自転車とかだとこれついてるところ結構あったんだけど、これは結構助かる。ペダルが結構邪魔になるんだよね。そうそうそう、ペダル邪魔になるし、結構ペダルで傷つくんだよね。当たって根元から外してさ車に乗っけることも結構多いんだけど、めんどくさいね。工具いるからめんどくさいでしょ。これはこれ結構助かります。いや結構いいよね。結構いいね。工具いらずに全部コンパクトになるんで、だいぶ便利です。じゃあもう一回組み立ててみます。ちょっと上でやろうかな。これをこうでしょ、まず。よいしょ。で、カシャン、もうこれでここは絶対大丈夫。で、これももうこうだけ。おー、OK です。簡単。だいぶ簡単。コンパクトになるからどこにでも持っていけるしね。そう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 、あのコンパクトカーに昨日入れてさ、あのちょっと走ってたじゃん車で。そうだね、それがだいぶ助かるね。折りたたみだったらさ、ちっちゃな車でもさ行けるし、2個ぐらいは入るもんね。入る入る余裕で、だしあの輪行袋に入れたらさ、あ確かに、あの電車でも運べるし、まあ、飛行機はねバッテリーあるからダメだけど、汚れないっていうのいいよね、このベルトっていうのが。そうだね。で、仕様がタイヤサイズが20インチの太さが 1.95 で、アシストのスピードがマックス24キロまで、アシスト1とか弱いのでやってたら最大100キロまで走れる。耐荷重が120キロ、で自転車の重さが18キロ、で、フレームはアルミだね、アルミの6061なんで結構耐食性に強い素材ですね。で、このアシストがさ、すごい優秀だったでしょ、昨日も。あの、ちゃんと力を入れた分だけアシストされるイメージで、で、それがトルクセンサー使ってモーターがアシストしてるから、そこら辺がすごい優秀な感じですね。はい、で、バッテリーがさっきも言った 36V の 9.6 アンペアは。で、バッテリーのチャージは 42V の2アンペア。だから 80W ぐらいで充電だから、4時間から5時間ぐらいで満充電ですね。はい。で、充電は、こういうタイプです。で、ここに挿すだけ。ここにね。あ、で、ここをコンセントの口入れるんですけど。で、インプットが100から 240V、50-60Hz の 2A。で、アウトプットが 42V の 2A、84W。ちょっと充電してみるね。これがこうね。
あで92ワット出てるね。でこのアプリがあって、あもうさっきつないだからすぐつながるんだけど、 A20 Air っていうのがつながってますよ。でバッテリーが 52% で、ここでライトオンオフとかもできる、オンオフでしょ、総距離が41キロ今までの合計ね、でここに走行記録っていうのがあって、で今日初めてアプリ入れたんで昨日のとか出てないんだけど、例えば今日当日は走行時間9分の走行距離 2.9 キロ、最高時速35キロ、平均20キロとかずっと記録されてて、まあ、ここら辺の上にあの二酸化炭素削減が 何キロでしたとかっていうのも出るようなのがあって、このアプリで管理もできると。アプリ立ち上げながら自転車乗るとすぐバッテリー減っちゃうんだけど、これは自転車から充電できるんで、こっちのコントローラーの下にさ、ここに USB、 すごいよこれ、自転車のバッテリーから、そう充電できる、USB-C だからね、結構いいよね。ちょっとやってみます。ここでしょ、まずここに挿して、まあ、雨の日使えないけどね、あ、充電されてる。でこれちょっと紐も長いから危ないから、もっと短いのとか、そうだね、ちょっと工夫してこう充電しながらもできるんで、